あの7日間俺たちは生き残ったはずだった。突如街に現れた悪魔たち。その事態に政府が取ったのは東京の完全封鎖。逃げ場を失った少年たちは生き残るためのある決断を迫られる。それは悪魔と契約を交わし戦うことだった。聞け、生き残るためにあがく彼らの声を。この運命を乗り越えてやるんだ。私はただ家に帰りたいだけなの。怯えては悪魔の思うツボです。封鎖の中では他人の力など何の当てにもならない。絶対確実天罰責任。誰もやらないなら僕が裁いてやる。逃げるわけにはいかないの。捨てる命なら俺と来い。最高のステージにしてやる。無茶でも何でもやるしかない。悪魔を刺激して7日間を生き残れ。150体以上の悪魔と戦う戦術級チームバトル。デビルオークションで悪魔とスピーディーに契約せよ。さらに悪魔合体でより強力な悪魔を生み出せ。攻守入り乱れるスリリングな戦闘、エクストラターンバトル。無法地帯での戦い、そこに既存のルールは存在しない。限界を超えた新たな物語、誰も見たことのない8日目が訪れる。封鎖された東京、極限の状況で人々は何を思い、どう生きるのか。葛藤と選択の物語が再び幕を開ける。デビルサバイバーオーバークロック、9月1日発売。選べ、生きるか生かされるか。